コンブリは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。コンブリサントマリーヌの名が知られており、コミューンの公式サイトでは、コンブリサントマリーヌの表記となっている。コンブリの小出川川口には、サントマリーヌのマリーナがあり、川口の対岸はベノデである。サントマリーヌ地区はリゾートが盛んである。20世紀初頭に撮影された、コンブリの小学校町には、新石器時代と、 ガロローマ時代の遺跡が残る。コンブリはおそらく6世紀頃に誕生したキリスト教の古い教区であった。この教区は現在のイルテュリから切り離され、かつてはランブールの一部であった。後にポンダベの教区に併合された。中世のコンブリ教区はほぼ全体がポンダベの断尺量に含まれていた。コンブリは1592年から1599年までの 間のユグノー戦争で人々が迫害を受けた教区のうちの一つである。当時のコンブリはコルネアイユシ教区に含まれていた。コンブリのサントゥグディガル教会はビグダン地方にあった。1675年6月23日に教区民たちはコスケール領主を攻撃し、この日からインシゼ税一期が始まった。教会はその後一世紀経ってから構想部が取り払われ、 教会付属の塔が作られた。これは、ルイ15世に対して抵抗した、ブルターニュ高等法院の中の反対派主領の一人、ケルサロンのおかげである。塔の建築家の名前のブルトン五発オンビゴは、ビグダン地方の名の語源になったという仮説がある。1861年、ポンラベから、フエナン間の道路が主要道にランク付けされた。ポンラベ、コンブリ、フエナンの町は、 道路の維持管理を行うよう決められた。2008年5月、コミューンは、ブルトン後の日常使用促進を掲げるヤーディー、あるグレイジョニー検証の批准を可決した。参照元、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。